はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。やっとね、ちょっと慣れてきて、思い通りに割といける感じになってきたからね、頑張っていきたいですね。で、まあ、構築は変わってないんだけど、バンギロスはさすがに努力値をね、振り忘れずに振ってきましたね。これ、バンギラス絶対投げたいかな。サンダーとリザードンって両方役割対象いるから。で、まあ、マンムきついから無動かな。バンギ無動でね、まあ、ドラパルトの大体の方は見れるから。まあ、ラストドヒドでいいかな。クレッフィーに対して別に解決できるポケモンいないしな。まあ、ドヒドバンギ無動が多分一番いいかな。ポリツー考えても、まあ、バンギーいれば大丈夫だし。初手ドラパンだったらバンギーから入りたいかな。いやでも、あれだな、ハチマキの。いや、バンギー今イカサマねえんだわ。まあ、そうなると多分だけど、ドヒドから入っとくのが丸いんじゃないか。クレッフィーのさ、巻き菱がちょっとうざいな。バンギでそれで多分、クレッフィーサンダーリザードンとかで、巻き菱からみたいなことやられるとだいぶうざいか。それだけちょっと、ケアしたいけど。ドラパから来たね。まあ壁だと思うけど。いやでもクレッフィーいるのにドラパも壁にする理由ないよな、別に。まあ型次第だけど、熱湯から入りたいね。まあメガネで雷とかはさすがにもういないでしょ。ああ、それか。電磁波考えるとバンギあんまりあれしたくないか。リザードンとサンダー。結構めんどくさくなっちゃうし。鬼火でもやだね。ああ、でもそうやったらバンギここ投げてステロさっさと巻く方がいいか。身狩り割ってからでいいな。ドヒドマヒンのはそんなに多分影響ないから。無動とバンギなんだよね。重要なのは。両壁身代わりはさすがに、ないと思ってよくて。バンギでステロ巻いてロックブラ打ってってで。まあ、みたいな感じかな。コーンドラバルト昔だいぶいたよな。めちゃくちゃめんどくさくて、すげえ嫌いだったけど。本当はドヒドイでって毒とか毒ビシ欲しいんだけど、このタイプで竜舞してくるやつのためだけに、身代わりが必要だったんだよね。で、身代わり残して、あ、じゃ、霧ね。霧が必要だったのよ。で、身代わり残して、裏投げてくるにしても多分、孤立はだるいけど、これ、アタッカーのポリッツなのはちょっとやめてほしくて。まあ、この動きしてくるってことは、どうなんだろう。一回統治下で様子見たいと思ってるけど。普通に10万がある。まあ、リザサンダーとかを警戒する必要はそんなないかな。2体割れてるし。ステロ巻けるなら巻きたいけど。で、相手これだいぶバンギ重いよな。で、仕上がってる10万はさすがにドヒド食らいたくないから。バンギ即引くんだけど、まひるとめんどくさくなってくるかな。だからバンギでダイナックル打ちに行くのが相手まあまあきついように見えるけど。で、ポリツはこれで回復させないでしょ。まあ、ドラッパ身代わり分の半分ぐらいは削れてるから。ダイスチルやめてほしいな。遅いからダイスチル持ってるね。まあ、アイアンテール打ってるっぽいけど、ここは。でも、それだったらさすがに身代わりないでしょ。レイビ ?10 万レイビ。マジ?マジで言ってる?おい、ふざけんな、もう。おかしくね?こいつ遅いからね。どうなんだろう。バカだったら、舐めてさ、再生しないだろう。まあ、6ブラでいいや。さすがにバカ力じゃ殺せなくて。まあ、これダイナックル用だしな、ポリツーには。
なんそのさ、レイビー打ってさ、凍ったらいいなで打ったでしょ、絶対君。まともあったら、放電を入れて、まひらせるもんだからね。ちょ、これで突破されんの、本当に思んないんだけど。いや、でも砂で削れてってるから、溶けて6ブラ入って、バカ力圏内。それでいこう。相手バカだから再生しないよ、ここ。レイビーで、だって突っ張る場面じゃそん、まあ突っ張れるか。突っ張れるっちゃ突っ張れるけど、レイビー打ってきてるぐらいだから。こっちドヒドに引いて砂再展開とかあるからさ、ねえ、もう急所も当ててる。ずるい。ガチでずるい。裏考えても押すんだったら10万でよくない？別に無効にするポケモンいないしさ、ブルル見てから別にレイビで、もう早く溶けろマジで。あー、やっと再生押してきやがったこいつ。どうしよっかな。溶けないことには本当に始まんないんだけど、まあ守るか。ポリツーはね、こっちも受けれるけど突破できないんだよね。もう、しかもこれ本当に、放電麻痺もクソだけどさ、もう、ガチでイラるな。で、ドラパ引きがあるから、どっかでナックルロックって打たなきゃいけないんだけど。さすがにそろそろ、もう一生解けないんだけど、氷マジ最初のターンに解けるか一生解けないかの、二つに一つしかないだろう。まずいね、このままだとバンギ死んじゃうな。一回ドヒドイで経由するにしても、交代ギャの10万。ああ、まあでもいいか。その方がまだいいな、多分。その後食らい続けるダメージ考えると、一回経由しときたい話ある。いやー、こう10万打ってそう。耐えない？ちょ、一回は耐えるでしょ。あ、オッケー。余裕だったわ。ちょ、ドクドク考えてほしいなぁ。まあ、身代わりはさすがにないんだよね。バンギより遅いわけだし。さすがに身代わりはなくて。霧まだ見せてないんだから毒あるかもしれないし、ここ引かないとさすがに慣れたない、やってること。まあ、第3打だったら解決できちゃうか。はい。これでまだ溶けるターン稼げるから、バンギ眠る切るとこれがまずいな。いや、本来ならこういう場面ないからね。凍ってるから、ねえ一生溶けないんだが。めっちゃ削れてきちゃったな。さすがにそろそろ溶けないとちょっと無理なんだけど。これ、いやーでもさ、いやー物理のドラパルと考えると、で放射とか持ってる場合考えると、さすがに土俵いないとまずいんだよな。いや、ヤドキング投げたらよかったのかなって思ったけど、まあリザードンいるの考えるとさすがにヤドキングなくて、まあバンギヤドキングって投げるとマンムー無理だから、さすがに無動必要でしょ。そうなるとドラパルが片下で結構きついんだよね。ほんとヤドキングいたらこれだいぶ違うんだけど。溶けないね。ここ、まあ溶けて守れたら、ナックルからでまだワンチャンあると思ってるけど。マジ溶けろ。まあ耐える。おぶねえ、気合が好き。来た。まだある。ちなみにここね、まともな頭を持ってると、ダイマックスを切るんだよね。切られたところで、こっち何もできないから。もう、一回も解けないじゃん。8ターンぐらい凍ってたけど。うざ。ガチでうざい。本当にイライラするね、このゲーム。このゲームっていうか。
毒毒マジ返せ、いろんなポケモンに。まだいいわ、その方が。ポリフォン2が生き生きしとるもん。くそ、臆病。じゃあシートッカ、タマサンダーのダイジェット、ダイジェット、ステロコミアとかなり怪しいくせに、ないポリフォン2使ってふざけんな、クソが。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。これあれだね、強い人だね、この人。シーズン、なんか結構剣盾の最初の頃の方にさ、なんか1位とか取ってなかったっけ。1位だったよね、確か。1位か分かんないけど、なんかめっちゃ一桁とか、超強い人じゃなかった。クチーと、無道でいけんじゃない。で、馬車考えると、乖離欲しい感じあるけどね。氷っぽはまあ、ドヒド即引いて、腹太鼓に引いて、あ、無理か。腹太鼓に引いても間に合わなくね？多分無理だよな。腹太鼓に投げて、ダイアースとか持ってるでしょ。ドヒドだからなるべく投げないとダメか。だから多分初手だな。で、いや、わかんないポケモンが多いなぁ。や、まあ、ヤドキングが持ってっていいか。ニンフと、アシレ考えると。まあ、毒入ればだいぶ楽になりそうで、裏に通せる技がだいぶあるから、まあ、欲しい。ラストだなぁ。フラヒゴン、何してくるかなぁ。竜舞なんだ。ちょ、時間ない。多分間に合った。結構なんか特徴的なポケモン多いな、相手。馬車から来た。まあ、多分バトンしてくる流れかな。あー、弱歩がめんどくさいね。まあ、裏繋いできそうだけど。剣舞でしょ、さすがに。一点読みして起動してるけど。まあ、弱歩考えるとネット打てないし。あー、でもこっちの毒考慮するとあれなのかな。一回引きたいんかな。でも毒考慮して引くポケモンいないよな。でかくなってきた。まずいのバレてるかな。無道じゃなくて海流持ってくるべきだった。いやでも、クチーと、電気技あること考えると、てか、馬車かクチーとどっちか絶対電気技あるから、それ考えると、割と怪しくて。どっち？アース、はい。強っ。強っ。再生から入んなきゃダメだったけど。玉馬車か。これね、どうしよっかな。相手ここ、アース打つ理由あんまないよな。いや、でもバーンとかじゃさすがに落ちないから、まあ無駄で言っとくか。まあ無駄あんま役割対象いないから最悪。まあ死んでもまだいい。てかまあ一回は耐えるから大魔ターンぐらいは潰せる。だね。で、多分アースあるからさすがに第3弾ないでしょ。まあ、こう打つとしたらバーンなんじゃないかな。ドヒド戻したい。無道の頑丈残したいのと、まあ、ドヒド着地できるといいかな。アースさすがに打たないでしょ。あ、オッケー。ダイマックスはとりあえずいなせた。で、まあ相手自信でいいんだよな、こっから正直。まあ統治下で一回稼いで。多分、剣舞してこないってことは剣舞ないでしょ。こんだけ攻撃的な場所あったら多分、毒食らおうがなんだろうが、とにかく剣舞して大魔切ったらいいって思うはずだから。だから多分そっちを取ると思うんだよな。ここで剣舞はさすがにない。まあ、無道読みする必要も特に多分ないし。あー、特殊か。特殊だったのか。さすがにそうだよな。自信にしては入りすぎだったもんね。どう考えても。両刀の話。まあ、特殊だと信じて一回ヤドキング投げるか。まあ、晴れてるからちょっとだけきつそうだけど。まあ、再生力稼ぎたい話はある。モンジー。どんぐらい入る？直気だけど。強っ。直
キヤドキングにこんな入るの？無道読んで打ってきた感じだけど、でヤドキング削ると、まあでもニンフとアシレでしょ、言ってもそんなに別にひどくはないか。ここ大魔切って取れるんだったら取った方がいいかな。取りに行くか。大魔切ってるからネッサーはないし、そんなきつくないのと、アシレでもニンフでも、まあドヒドもそこそこやれるから、ヤドキングね、直帰だから回復できないんだけど、再生力のためにサイクルして回復するしかなくて、で、ドヒドは、まあ投げて切り打つっていうムーブあるから、多分これでいいんだよね。ネッサー。オッケーオッケー。多分モンジロンが入った。うわ、焼けたのはちょっとどころじゃない。ちょっとどころじゃないぞ、これ。アースでさすがに殺せるでしょ。こんだけ攻撃的な、バシャーもなわけだから。そう、焼けちゃったからね。焼けた方だいぶまずいな。これ全然変わってきたけど、事情が。まあ、嫉妬で落ちるか、これだったら。突っ込んでる。まあ、D 上がったのはちょっといいから。思わぬところでヤドキングが役に立ったね。で、多分直帰バレてんだよね、さすがに。硬さ的に。いくらなんでも硬いから。弱歩ケアするムーブいらなかったかな。いやー、でも弱歩でネット打っちゃってる。あ、カイリいなきゃダメだったな、無道より。そもそもそれが悪い話があるわ。まあでも弱チートどうしてなんだって話になるけど。高立法。まあ、バーン打つか。無道の頑丈あるから最悪無理やり処理できそうだけど。あの、面余りだっけ、こいつ。わからん。覚えてないけどね、こんなポケモンも。いや、でもさすがに落ちると思うけどな。盆の実だよね。C1 個上がってるから。いや、晴れ残っててほしかったな。いけると信じてるけどね。オッケー。ヤドキン TV 頑張ってるね。まあ、焼けたのだいぶ痛かったけど。でもあの場面のおかげであれか。ヤドキング、一回アシッと挟んで、仕上げるっていう動きできたから。まあ、よかったといえばよかったのかな。ラスト誰だろうな。まあ、でもダイマックスもうなくて、こっち無道残ってるから。割と、妊婦か。まあ、せっかく仕上がってるから、多分ヘッドバック打ちに行くのがいいんだよね。ドクラッシュってドヒドで冷たい。オッケー。これ即ドヒド引きから切るのが良かったかもしれないけど。まあ、いや。お疲れ様でした。GG。